グラデオ一人か、プロンプトは。絶好のチャンスかな。アーデン、あれバレちゃった。ここまでお疲れ様。ねえ、主のこのざまを見てどう？何を？君は本当はがっかりしてるのでしょう。立派な王になると期待して命までかけてきたのに。やめろ！俺もな。だから諦めろ。旅も未来もここでおしまい。何を言っている！ノクター！へえ、すっかり仲良くなったね。一つ提案なんだけど、ここでみんなと一緒に、それとも君が俺と一緒に、どっちがいい？どこだと思う？ジグナタス要塞。君たちから奪ったクリスタルが置いてある場所。知りたいんでしょ？俺が何者なのか。気の済むまで探ってみなよ。私が本当ならここを帝都グラレア、なぜ俺も、目的は何だ。
汚れた身ゆえに成績に拒まれ、大いにつくことなく葬られた哀れ。黄昏を喰らい、闇をまとい、暁を染めに、いつしか不死となりて、王家の復讐を果たさんがため、世界を闇で覆わんとしている。葬られた闇、王家の復讐。戦績、星の魂の眉、真の王が光の力を得るための妖乱、神が人が闇に抗いながらも真の王の誕生を待ちわび、真の王の使命を果たし、星の闇を払う。その時、真の王、ノクタのことか。全ての力が指輪に集まりし時、真の王の力は完成する。星の闇を払う、ただ一つの力、その光を帯し指輪こそ真の王たる少佐。歴代の王の剣と聖石の魔法、指輪に蓄えられた力は六神をも超越する。その力は真の王を依代として写し尾に発現し、闇を払い、星に夜明けをもたらすだろう。ノクトへの執着もそのせいか。まあ間違いではないんだけど、そんな単純な話じゃないんだよね。俺の名前、正式にはアーデン・ルシス・チェラムっていう。ルシス・チェラム。そう、実の弟に殺されたルシス王になるはずだ。今度かな、陛下って呼んでもらおうかな。偽りの王に仕える気などない。あ、そう、じゃあさようなら。おい、どうだ。
俺の望みはクリスタルの力を得て真の王になったノクティスの王にさことでもあの子頼りないだろう。だからもっと試練を与えないと。は？俺にとっては世界などどうでもいい。それ君が持ってたの。ノクトが犠牲になる未来など絶対に認めない。そんな運命は俺が断ち切る。君に使いこなせるわけないだろう。
てないよ。まずい。いざ。おれ。さ。はっ。死ねよ。はっ。無駄だ。まだだ。勝てないよ。まだまだだね。どうだ。死にたくたって死ねないっていうか、最後にいいことを教えてあげるよ。もうすぐ君を連れ戻しにノクティスが来る。どう思うかな。大切な仲間が死んでたら、あいつはどれだけお膳立てしてやっても未だにクリスタルを取り戻せない。だから君を連れてきたんだ。ここにはさ、クリスタルの指輪も全て揃ってるし、君の死によって今度こそ真のようになれるんじゃない。